どうも、エドチンです。今回も、前回の続きで、ドラクエジョーカーの中古ソフトの中を見ていきたいと思います。で、前回は、その配信限定モンスターの3体のうち2体、レティスとレオパルドですね。この2体はゲットすることできたんですけど、あと1体、トロデオが、見つからなかったんで、で今回も10本見ていくんで、その中に入っているか早速見ていきましょう。で1本目なんですけど、これ続きから出てありますね。お、134時間プレイ。手持ちがね、1体しかいないんですけど、まあ、ボックスに多分いると思うんで、逃がしてなければ見ていきたいと思います。手持ちね、キラーマシン1体なんですね。はい、じゃあちょっとボックス残ってるか見ていきたいと思います。で、白竜王と配合しちゃってるけど。じゃあ、ボックス行きまーす。はい、ボックス到着しました。で、あ、88匹残ってんな。いるかもしれない。で、早速、キラーマシン2体ですね。キラーマシン2体いました。はい。あ、竜王もいる。竜王っすね。はい。同じモンスターがさ、3体ずつさ、このフラワーゾンビもいるし、キラーマシンもいるっていうね。お、竜神王、ラプソン。竜王は誰か違う人からスカウトしてる竜王かな。ゴールデンスライムだ。これ作ってそうっすね。ゲストついてないんで。このスキルが強いよな。HP アップスペシャル。幻術、超回復。スキル結構強いのつけてる人だな。ガルマッツォ。これも攻撃。と、グランスペル。呪文のやつだよね。グランスペル。めんどくさいんだよ。ドルマゲス、メタキン。これフィールドのやつだ。メタキン、グランスライム。作ってますね、グランスライム。キャプテンクロウ、ゾーマ、エスターク、バーベボブ。バーベボブも作ってる。結構ね、プレイ時間が多いんで、期待できるデータなのかなと思うんですけど、多分、でもね、配信モンスターって、なんか、販売してから、新品の販売時から1週間か2週間しか配信してなかったみたいで、なんで、下の方にいるとしたらいると思うんですよね。ブラックドラゴン、デスピサロ。これスキル強いな、本当に。あ、マデュラ。マデュラ。これも作ってますね、マデュラ。あと5ページ。いや、いないかな。でも下にね、固まってることあるんで、ドンモグラだ。これめんどくさいんですよ、ドンモグラもね、作んの。鬼コンボ、プチソーン、トラップボックス、デュラハン、いや、いるかな。あ、デスタムーア、シドウ、オルゴデミイラ、あ、いなそうっすね。ニルドラス、エスタークと。はい、じゃあ1本目はね、結構強いモンスターいっぱいいたんですけど、配信モンスターはいないってことで。じゃあ2本目見ていきたいと思います。はい、じゃあ2個目のデータ見ていきたいと思います。で、まず手持ちから、ゾーマ、デスピサロ、オルゴデミイラ。もう大魔王3体揃ってますね、この時点で。はい、じゃあボックス見ていきたいと思います。はい、ボックス到着しました。で、預けてるの50匹。結構多いな。はい、見ていきます。ここら辺もう捕まえたやつだよな。レガリストでセーブしてあったんで、レガリストに出てくるモンスターめっちゃいるんですけどね。ここら辺弱いな。下かな？シド、ポチ。最終的にはスペディオに戻ってん。いないな。いないぞ、マジで。メタルスライム。あ、竜神王だけいる。
あ、でもこれあれだ、竜王がね、配信の竜王だから、ラスト1ページ期待できるかもしれない。で、グランスライム、これ作ってますね。ラスト1ページ。はい、残念でした。キャプテンクローだけでしたね。はい、じゃあ2個目もこんな感じだったんで、3個目見ていきたいと思います。はい、じゃあ3個目見ていきたいと思います。これも全クリしてあるんで強そうだな。で、手持ちがキャプテンクロー、竜神王、オルゴデミーラ、竜神王自分で作って、このさ、雨の幅切りか、これあれじゃないか、これなんか配信のなんだっけ、装備かなんかそんな感じのやつだよね。ちょっとあんま詳しくないですけど。はい、じゃあボックス見ていきたいと思います。はい、ボックス到着しました。はい、で40匹、キャプテンクロー、これ2体目か。ん、キャプテンクロー、キャプテンクロー、キャプテンクロー、これあれじゃない、同じデータでキャプテンクローって1体しかゲットできないから、これは改造データじゃねえか。竜神王、エスターク、キャプテンクローとキャプテンクローって配合してるから怪しいよ。あ、うん、これは改造データっすね。うん、間違いないわ。アレティスもいるけど、ゲストがついてないんで、改造ですね、これは。はい。プレイ時間が130ぐらいあったかな、この人。ジョーカー。ああ。突発的にジョーカーが出てきてるからな。ガルマッツォ。ここは作ってんだよね。後半で、使ったのかな、これを作ってるもんな。ね、神獣もう2体目だから、デモンスページ、レオパルド。え、でもこれあれだな、配信だな、 DQMJ だもん。このレオパルドはおそらく正規レオパルドだと思います。あれだな、多分後半だけやったんだよ。だこれも正規っぽいよな。じゃあこれも正規でやって、で、後半だけやっちゃったっぽいな、これ。ああ。ゾーマ、マデュラ。これも作ってそうだもんね。マデュラ、竜神王。これ、あれだね。うん。キャプテンクロー。ここだけやっちゃってるね、ここら辺は。うん。はい。改造データに遭遇しました。まあ。ね、でもトロではいないっていうね。はい、じゃあね、あ、固まったしね。はい、固まりました。改造データだからかな、ここで固まるというハプニング。でも固まったんで、もうこのまま4つ目に行きたいと思います。はい、じゃあ4つ目見ていきたいと思います。で、手持ちにデスピサロ、ギガンテス、ゾーマ。プレイ時間は100時間超えてるたんで、結構期待できそうかなと思います。はい、じゃあボックス見ていきたいと思います。はい、ボックス到着しました。あー、でも16匹しかいない。ミルドラス、はい、ミルドラスのみですね。これは改造じゃないね。うん、いや、さっきのマジ焦ったわ、フリーズしたしな、さっき。はい、じゃあ5個目見ていきたいと思います。はい、じゃあ5個目見ていきたいと思います。全クリしてるけど手持ちが弱い、こっちが弱いな。とりあえずボックス見ていきたいと思います。はい、ボックス到着しました。2匹だって。
これ逃がしてるパターンだよな絶対に。これは逃がされてるパターンっすね。うん、多分これじゃあクリアできないだろう。これライブラリーとか見たら残ってんじゃないのこれ。白竜王とか作ってるからこれ逃がされてるね。あれレティスもいいんじゃん。逃がされてますねこれ。トロではいなかったからエスタークとかもこうやって映ってるもんね。デスピサルとか。はい残念でした。じゃあ次6個目見ていきたいと思います。はい6個目なんですけど、今中断データからで、ね、もう初期モンスターだけしかいなそうなんで、これは、端折っていきたいと思います。じゃあ次、7個目見ていきたいと思います。はい、じゃあ7個目見ていきたいと思います。で、これも最強マスター全クリしてますね。で、手持ちが、白竜王、エスターク、ミルドラス。はい、じゃあボックス見ていきたいと思います。はい、ボックス来ました。あ、60匹いるね。死神貴族がスタンバイに入ってる。ちょっと怖いねこれ。あんまり強くないかもしれない。キラーマシーン、ホワイトキング、キャプテンクロー、いないかね。強いモンスターがいない。このまま駆け抜けちゃいそうな。はい駆け抜けました。じゃあ8個目見ていきたいと思います。はい、じゃあ8個目なんですけど、これ途中データなんでもしかしたら弱いかもしれない。手持ちもそうっすね、ちょっと弱いんでボックス行ってみたいと思います。はい、ボックス到着しました。多分弱いと思う。いないっすね。はい、じゃあ9個目行ってみたいと思います。はい、じゃあ9個目なんですけれども、9個目もこれマデュライトがね始めるとき4つしかなかったんで、これも多分弱いと思います。じゃあボックス行ってみましょう。はい、ボックス到着しました。29匹多分いないだろう。いなそうっすね。いなかったです。じゃあ10個目ですね。ラスト行ってみたいと思います。はい、じゃあラスト10個目見ていきたいと思います。でまたキラーマシンがいるな。キラーマシン手持ち1体ですね。はい、じゃあボックス見ていきましょう。はい、じゃあボックス見ていきます。で70匹、これ逃がされてなさそう。バブルキング、エスタークいますね。エスターク、ブラックドラゴン。ここら辺は、野生っすね。いや、ラストだからな。でもいないかもしれないよな。白竜王、ジャミラス、ゾーマ。キャプテンクローいたな。キャプテンクロー、いやーいないかな。いなそうっすね。ラスト1ページ。はい、初期モンスターでした。いやー10個目でもねいないか。まあ、今10個買ってきて探したんですけど、まあ、改造データにねレティスとレオパルドがいて、で多分レオパルドはちゃんと配信で捕まえてあったやつ。
でもレティスとかね、ゴールデンスライブを見た感じ、やっぱあれ改造データっぽいんで、うん、まあでも10個買ったら1個ぐらいは配信が入ってる割合ですね。で前回も10個中1個入ってたんで、今回も10個中1個モンスターが入ってるかなって感じなんで。でまあトローデがね、なんでだろう、トローデの配信時期だけ違うのかちょっとわかんないですけど、トローデだけめったに見ないと思うんで、じゃあまたね、次もトローデを探してやっていきたいと思うんで、もしよかったら皆さんチャンネル登録と、まあ、ちょっと時間あるかもしれないんですけど、待ってていただけるとありがたいです。じゃあこれで動画終わりたいと思います。ありがとうございました。